レコードプレイヤー、レコードプレイヤー、ターンテーブルはアナログレコードを再生する音響機器である。蓄音機、アメリカ、イギリスとも、古くは蓄音機と称した。用語としては SP 版、もしくは初期の老下レコード専用のものを蓄音機、駆動と音声信号の再生に電気を利用するものは電気蓄音機、略して電蓄。 LP レコードがかけられるもの、初期アメリカでは45回転専用プレイヤーもあった、をレコードプレイヤーと呼んでいる。最近では DJ、ディスクジョッキー用語からターンテーブルと小字が多い。基本構造としては、レコードを乗せて回転させるターンテーブル、レコード表面の音味噌の振幅を拾うピックアップ、電気信号に変換する機能も含むピックアップ部が取り付けられた。 トーンアームが一体化されている。レコードプレイヤーから出力される信号は微弱であるため、オーディオアンプ、プリアンプ、パワーアンプ、初期には専用端子付きのラジオで増幅して、最終的に人間に聞こえる音圧レベルの音声信号として、スピーカーやヘッドホンなどに出力する。レコードプレイヤーとは前述のように、コンポの一機器として、 アンプに微弱な信号だけを出力するが、イコライザアンプ、口述を含むプリアンプを備え、カセットデッキなどの出力信号と同等の強さの信号を出力するものもある。かつてコンポなどがなかった頃は、プレイヤーといえば、パワーアンプとスピーカーを備え、単独でレコード再生できる一体型機器を指した。その中で小型で移動可能なものを、ポータブル、プレイヤーと呼んでいた。また、 SP 版時代を引きずった1960年代初頭、あたりまでは LP レコード用であっても、電蓄、電気蓄音機の略と呼ばれることも多かった。現在では、レーザー光で音水を読み取る、非接触型のレコードプレイヤーも商品化されている。レコードプレイヤーは次のような主要部分からなる。ピックアップは、交換可能なモジュールになっている、カートリジ式であることが多い。 ピックアップカートリッジ、もしくは単にカートリッジと呼ばれる。トーンアームと一体になっていて交換できないものもピックアップ、またはカートリッジと呼ばれることがある。レコード板を水平に乗せて、例外的な一部プレイヤーは角度を選ばない、一定速度で回転する回転台。台の部分をプラッターもしくはターンテーブル、駆動部をホノモータと呼ぶ。一般に使われる。 回転数は 3313LP 版 45EP 版 78SP 版 RPM である。ただし近年の製品に78回転の SP 版対応機は少ない。また SP 版の再生には専用カートリッジ、もしくは専用交換針が必要である。初期の蓄音機は全枚羽根を手回しで巻くことによりターンテーブルを駆動し、 ガバナーと呼ばれる仕組みで一定速度の回転を得ていた。電気を使うものはモーター、電動機で駆動するが、レコード板を自動的に一定速度で回転させるためにはモーターの回転数を規制しなければならない。初期には電力会社の供給する交流電源の商用電源周波数50、60Hz を基準として、同期モーターで一定回転を得ていた。この場合は、 電源周波数の異なる東日本、西日本を移動する場合に回転数に対応した調整改造を受ける必要があった。以後、モータサーボ回路や PLL などの電子技術によって独自にモータの回転数を制御できるようになり、回転数の安定とレコード盤に応じた回転数切り替えなどもモータ側で行えるようになった。また、現在でも安価なもの、及び一部のプレイヤー、 特に DJ 用には手動式で回転数を調整できるもがある。回転をプラッターに伝えるための方法として次のような方式がある。カートリッジをレコード板に対して適切な位置関係で保持しつつ再生する溝に追従してレコードの外周から内周に動かす機構で針を溝に対して適切な力、針圧で接触させる機構も有する。 カートリッジ取り付け部と反対側の一端に設けた回転軸を中心にスイングする方式が主流でアームを支えるベース部分とカートリッジを移動するためのアームカートリッジを取り付けるヘッドシェルと呼ばれる部分から構成されるアームとヘッドシェルの間をコネクタとしカートリッジ交換を容易にしたものがあり オルトフォン社が提唱し後に共通規格となったヘッドシェルコネクタを備えたものをユニバーサルトーンアームと呼ぶ。また回転軸の代わりにレールを設けアームが平行に移動するリニアトラッキング方式と称する方式もある。後日、針圧の調整にバネなどの能動的な圧力を使用するものをダイナミックバランス型重りの調節により重力で針圧を得るものを スタティックバランス型と呼ぶトーンアームで溝をトレースしつつ、針は溝の振動を拾うため、溝の内周への動きに相当する周波数をカートリッジで拾ってしまうと、アームが溝をトレースできなくなる。レコード板の反りに対しても対応が求められる。従ってカートリッジで再生できる周波数には加減があり、感知レバーを含めた振動系のコンプライアンス。 振動系の追従性、柔らかさの数とアームのそれを適切に設定する必要がある。オイルによる制動機構、レゾナンスのキャンセル機構などの工夫をした製品も存在する。回転軸を中心に水平、垂直方向にスイングするアームにより針の盤面への接触と音添えの追従を行う。回転軸の抵抗を小さくすることは容易であるため、 高級機から廉価品まで大多数の製品がこの方式である。アームの形状は S 字、J 字、ストレートに対別される。J 字や S 字の形状はそのアームの形状により先端カートリッジ中心軸をトーンアーム中心軸に対して若干内側に向けるためである。ストレート型でもヘッドシェル部分が角度を持ってカートリッジを取り付けるものが一般的である。この角度を オフセット角という。また、針先の位置は、アーム支点から、ターンテーブル中心よりも遠くにオーバーハングする位置に、調整され、オフセット角と共に向述する、トラッキングエラーを軽減する働きがある。回転軸の代わりにレールを設けアームをスライド、針先をレコードの中心に向かって、直線的に平行移動させる方式である。タンジェンシャル方式、または日本語で、 直線追従方式とも言う。スイングアーム方式に比較して、男に対する相対角度が変化せずに、平行移動するため、トラッキングエラーがなく、この対策のオーバーハングもオフセット角による、インサイドフォースの発生もいという利点がある。スライド移動部分をレコード盤面上に設置することにより、本来の意味のトーンアーム部分を、比較的、 短くもしくはほとんどなくすことができる。これはスライド質量を減らし動きやすくする効果もある。アームの移動方法はモーターにより能動的に駆動するものと男によって受動的に移動するものに分けられる。レコード表面の音溝の振幅を電気信号に変換する機構、ピックアップを交換可能な形状に収めた装置である。フォノカートリッジとも言う。 音水をトレースする、針先、スタイラスチップと、これを支える、感知レバー、感知レバー後端に置かれる発電コイル、信号出力用の接点、ピンで構成される。なお、ステレオの場合は、出力ピンが4本、L、L、R、R-、モノラルの場合は2本、になる。ただし、普及型レコードプレイヤーなどで、カートリッジ部分が、 トーンアームと一体となっていてこうできないものもある。一般的なカートリッジはエアおよびジスの規格に準拠した 12.7mm、1、2インチ間隔の取付穴を持ち、針圧等の調整可能な範囲内の組み合わせであれば、ユーザーが自由にシェル、トーンアームに組み合わせて使用可能である。これに対し、百七十九年に当時の松下電機が提唱指導者の フルオートプレイヤーテクニクス SL-10 に搭載した T4P 規格は自長 6g、針圧 1.25g と規定されており、一種のカートリッジに交換しても無調整で使用可能である。スタイラスチップ、針先はダイヤモンド、ルビー、サファイアなどの高度の高い物質で作られており、断面の形状は円形、楕円形、ラインコンタクト等がある。特に、 ラインコンタクトは1954年フランスのレコードメーカーパテ・マルコーニ、パテ・マルコーニ、現在のフランス EMI で考案された深さ方向に大きい曲率と小さな実行張り先曲率でおとみぞに接触させて所得性を改善するといった提案思想が柴田のりの4チャンネルバり、別名柴田バリで初めて実現化されチャンネルセパレーションや 周波数特性で大幅な性能向上、およびスタイラスの長寿命化を実現した4チャンネル方式、工術では 30kHz をキャリアとする FM 方式の差分信号を多重していため、通常のレコードでは全く必要がないような高周波まで伸びた特性が必要であるため、スタイラスチップの大きさはレコード版の種類に合わせて適切なものを用いる。大きさによる種類では、 sp レコード用、約3ミル程度、モノラルレコード用、約1ミル程度、ステレオレコード用、約0.7ミル程度の3種類がある。スタイラスチップの寿命については、判定の基準として、曲率の変化、変化比を基準とする。再生歪みを基準とする。摩耗面の幅を基準とする。方法が考えられるが、針先の形状や、使用状況によって、 摩耗の状況が異なってくることから一概に寿命は何時間程度と定義するのは難しい。レコード盤面に接触するため機械的な摩耗や摩擦熱などにより消耗、摩滅する。消耗が進んだ針の使用はレコード盤を痛める原因となるため一定時間おきでの交換が推奨される。感知レバーは先端にスタイラスチップを装着した細長い棒で スタイラスチップと反対側に発電機構を備える。スタイラスチップをレコード音向に押し付ける機能と、音溝の振幅に正確に追従し、電気信号に変換する二つの機能を持つ重要な部品である。感知レバーの形状には、無垢棒、アングル、パイプ、テーパー形状などがある。感知レバーの主な材料は安価で加工が容易なアルミニウムや、 ジュラルミンなどの軽合金が用いられるが、高級品には高度な加工技術を必要とするが、音響特性に優れたボロニアベリリウムがいられる。発電方式によって、MM、ムービングマグネット型と MC、ムービングコイル型に大きく分けられる。MC 型の方が繊細で、高音質とされる製品によって傾向は異なる。実際の製品では、MC 型は出力電圧が mm 型の1、10程度を0.2から0 5ミリボルト程度のため、特に高出力を謳った製品でない限りは、イコライザーアンプ、高術の前段に低雑音の前段増幅機、ヘッドアンプ、または、小圧トランスを必要とする。また、スタイラスチップが摩耗した場合に、構造上 mm 型が、スタイラスチップと感知レバーを含めた、レコードバリーのみの交換であるものが多い、一部、 高級品に全体交換のものもありのに対し、MC 型はカートリッジ全体の交換となるため、交換時の費用は MC 型の方が大きくなる。このようにコスト的には MM2 分があるため、一般用の製品はほとんど MM 型である。かつては MC 型でも発電機構そのものを交換バリと一体化する形で、 針交換ができる機種があったが、電気接点が一箇所増加する欠点があり、その種類は少なかった。交換針のみ、交換可能な製品もあった。また、MM 型でも放送局での使用を目的として、MC 型との互換使用、m c 用ヘッドアンプや小圧トランスを接続したまま、使用可能とした低出力型があった。その他、安価なプレイヤー用には、 圧源素子を用いるセラミックカートリッジやクリスタルカートリッジがある。これらは出力が大きく変異比例型の特性を持つことからイコライズアンプを略することができコストを下げられるという利点がある。ただし高温域の特性が劣ること、温度や湿度の影響が大きい、歪みが多いなどの問題点もあり、最近では一部の廉価な機器以外は全く用いられなくなった。 また、ウェザーズやスタックス、東芝より商品化されていたスタイラスの振動に伴う静電容量の変化を用いたコンデンサ型やマグネットを固定してっぺんが振動するイム、インドストマグネット型、MI、ムービングアイアン型、VR、ベリアブルリラクティンス型も作られた。1960年代末頃に高電素子を用いた発電方式のカートリッジがトリオ、東芝、 シャープから発売されていたが、短命に終わり久しく途絶えていた。2014年に DS オーディオにより、1960から70年代当時には難しかった課題を、現代の技術で克服した、高電式カートリッジが復活した。2000年代からレコードバリを生産するメーカーが激減し、カートリッジや消耗品である交換バリの入手は、長岡トレーディングで生産。 販売する五感バリと自社ブランドのカートリッジや放送局で使われるデノン製 MC 型カートリッジ DL-103 など一部数機種を除き困難になっていた。海外メーカーの DJ 向け機種スクラッチプレイのために耐久性を上げたもので基本的に普通のものと変わらない画楽器店などで販売される他はマニア向け高級品の流通在庫が 細々と一部のオーディオ専門店やインターネットオークションで販売されている状況となり、一時期、普及型のプレイヤーの交換バリは、入手が絶望的な状況とさえ言われたが、2010年代以降のレコード再復興により前述の長岡トレーディング、日本世紀宝石工業、ジーコ、アピス、ジャパンなどが交換バリ、ハリ一体カートリッジの製造、販売を継続して行っている。 なお、1970年代の一時期に生産されていた4チャンネル針、公安車の柴乗りの中から芝田針と呼ばれる、旧製品の単体交換針としては高価であるが、入手は可能である。なお、1982年並木精密宝石によって、マイクロリチ針という4チャンネル針が開発されたが、カートリッジメーカーにおいては一部の高級品に採用されている。 1970年代前半の一時期に流行した4チャンネルステレオの方式の中に差分信号を 30kHz をキャリアとして FM 方式でレコードに多重記録する方式があり通常のレコードにはほとんど記録されていない高周波、高振幅の音溝を低ビツで再生することが要求されるこれらのレコードを再生するには対応した カートリッジ及びレコードバリュが必要になる。レーザー光により非接触で音水を読み取る方式。1990年代に入ると、レーザー光を利用して、アナログレコードの再生を行うプレイヤーが登場した。基礎開発は、米国シリコンバレーのベンチャー企業だったが、エルプがパテントを買い取り実用化した。各世界の放送局や、図書館、または愛好家が利用している。 針を盤面に接触させないので摩耗がなく、多少傷んだ盤面や保存状態が悪く、レコード針ではハムノイズや音飛びしてしまうような大幅に沿った盤でも再生が可能であり、回転数も任意に調整可能で LPSP、ドーナツ盤の別なく、再生可能であるメリットはあるが、レーザー光を透過してしまう青盤、赤盤等を含むクリア盤はかけられない。 ターンテーブルとトーンアームを結合し、レコードプレイヤーとする土台。ターンテーブルとトーンアームは位置関係が固定されなければならないので一体の部材に取り付けられるが、床を伝わってくる振動や音響による振動を防止するために、筐体を二重構造とし、ターンテーブルとトーンアームを取り付けた部材をバネやゴムで浮かす方式や、逆に単一の重量のある頑丈な筐体とする方式などがある。 底面の足にはバネやゴムを内蔵し振動を吸収するインシュレーターとすることが一般的である。限りある音溝のダイナミックレンジを有効に活用するため周波数に対するエンファシスが施される。従って再生時にはイコライザが必要となりピックアップに接続される透過特性を持つアンプはホのイコライザと呼ばれる。カッターは 入力信号と速度が比例する速度比例系だが、そのままの特性でカッティングすると低域で振幅が大きくなり、カッターヘッドの振幅限界を超えやすい上に、隣接する音溝と接しないよう送りピッチを大きくしなければ、ならず記録できる時間が短くなる。一方、広域では振幅が小さくなり S、N が悪化する。このためカッティング時に 6DB、 多くと、で広域をブーストし、周波数に対して、ほぼ低深幅となるようにする。ただし完全に、低深幅にすると広域で速度が大きくなりすぎ、トレース不可能な音溝となったり、音溝をカッティングすることが、物理的に不可能になったりするので、完全な低深幅ではなくやや広域を抑えた、特性とするのが良い。各、レコードレーベルトも概ねそのような特性で、カッティングしていた。 ところが、モノラル時代にはその特性が統一されておらず、再生する際にはレーベルに合わせて、イコライザ特性の切り替えが必要だった。しかし RCA が1952年から使い始めた、ニューオーサフォニックイコライザ特性と同じものが、翌1953年に RIAA により推奨され、ステレオレコードに関しては、この RIAA イコライザ特性に統一され、 現在市販されている、ホノイコライザの特性も、基本的にこの RIAA イコライザ特性である。上述のようにオトミゾは、周波数に対しほぼ低振幅で切られているので、振幅系のピックアップを使えば、イコライザの保証量は少なくて済む。圧電型ピックアップは不可インピーダンスを選ぶだけで、ほぼイコライズできてしまう上に出力電圧が大きかったので、アンプが非常に簡単で、 すみ、安価なポータブル電池区などに商用された。もう少し高級なものでは圧電型のピックアップカートリッジ内にバッファーアンプを内蔵したものも作られた。コンデンサ型、光電型、半導体型ピックアップなども新幅型で、やはりイコライザの保証量は少なくて済んだが、これらは電源が必要な上に相互の互換性がなかった。 これら振幅系のピックアップに標準となりうる素地がなかったかどうかは議論のあるところだが、史実としてコンポーネントステレオでは MI 型、MM 型、MC 型など速度系の電磁型ピックアップ標準となり、アナログレコード時代のアンプは電磁型ピックアップ用のホノイコライザーを内蔵し、レコードプレイヤー専用のホノ入力端子を備えるのが普通となった。 ホノ入力端子とは内蔵のイコライザの入力端子そのものである。しかし音源がレコードから CD に移行するとアンプからホノイコライザが省略されるようになった。単体のホノイコライザも現れたが、むしろレコードプレイヤーがホノイコライザを内蔵をすようになった。さらにはレコードプレイヤーでデジタルデータ化まで行う USB 端子を備えたものも現れた。 ホノイコライザは一般のオーディオ入力より高感度なので、レコードプレイヤー以外の機器や、ホノイコライザを内蔵したレコードプレイヤーを接続すると歪んだ大音量が出てスピーカーなどを損する恐れがある。ホノイコライザを内蔵したレコードプレイヤーであっても内蔵ホノイコライザーを通さなければ問題ないが、設定を間違えないよう注意しなければならない。MI 型。 mm 型などのカートリッジは不可インピーダンスにより広域特性が変化する。このため入力抵抗を切り替えられるホノイコライザもあるが実は負荷容量によっても特性は変化し入力容量を切り替えられるホノイコライザはあまりない。負荷抵抗は事実上ホノイコライザの入力抵抗と同じになるが負荷容量はホノイコライザの入力容量にシールド線の容量が加わる。 負荷抵抗は MM 型では 47kΩ、MC 型では 100Ω が標準とされている。MC 型カートリッジの出力は、MM 型カートリッジのさらに1、10以下であるため、MM 型用のフォノイコライザに接続する場合は間に、小圧トランスもしくはヘッドアンプを接続する必要がある、MC 型対応のフォノイコライザでは不要。なお、よく誤解されているが、 小圧トランスに記されている一時がワインピーダンス、10オームなどが適合する MC 型カートリッジのインピーダンスであり、小圧トランスの入力インピーダンスではない。小圧トランスの入力インピーダンスはもっとずっと高い。このイコライザを内蔵しないレコードプレイヤーからは、ほとんどの場合アース線もしくはアース端子が出ているが、これは保安のためのアースではなく雑音防止のためのものである。 通常は、ホノイコライザのアース端子に接続する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。